皆さん、こんにちは。今日はですね、小西文書に関して、朝日新聞が嘘の記事を配信しているのを、見つけたので、取り上げようと思います。今年、令和5年3月27日配信の記事になります。タイトルは、首相高市氏は真摯に説明を。法相法文書を捏造めぐる認識の相違という、タイトルになります。で、本文の中に、次のような部分があるんですよね。総務省は22日に文書の調査結果をまとめた。2015年2月13日付で記された放送法の政治的公平性をめぐる高市氏へのレク、括弧説明、括弧閉じるについて、複数の総務官僚の聞き取りから行われた可能性が高いと結論付けた。で、この部分が、嘘やっちゅうわけなんですよね。で、この、最初に出てくる22日、つまり、今年の3月22日の、総務省の調査結果を見てみようと思います。そこには、何て書いてあるかというと、以下はですね、日付は平成27年、西暦2015年ということになります。2月13日に放送関係の大臣レクがあった可能性が高いと考えられるが、というふうにね、書いてあるんですよね。で、これが本当かどうかなんですけど、そもそもですね、朝日新聞の記事の引用が不正確なんですよね。この記事には、行われた可能性が高いというふうにね、鍵括弧つけて書いてあるんですけど、総務省の調査結果には、あった可能性が高いって書かれているんですね。行われたとあったで、意味は同じなんですけど、引用はね、正確にしてほしいなというふうに思います。でですね、総務省が、ここの部分であった可能性が高いとしたのは、書いてある通り、放送関係の大臣レクなんですよね。で、この放送関係っていう言葉なんですけど、これには、NHK 予算とそれに付する大臣意見も含まれるんですね。なぜなら NHK もテレビ放送だから、もちろんね、放送関係にね、入るんですよね。つまりこの放送関係というのは、放送法第4条の政治的公平の解釈かもしれないし、NHK 予算とそれに付する大臣意見かもしれないし、そういうものも含んで広く放送関係という意味であって、放送法第4条の政治的公平の解釈に限定されるわけではないんですよね。ので、総務省は朝日新聞の記事にある2015年2月13日付で記された放送法の政治的公平をめぐる高市氏へのレクがあった可能性が高いとしたのではないんですよね。で、この、政治的公平性をめぐる高市氏へのレクに対応するのは、さっき読んだ可能性が高いと考えられるがの続きに出てくるんですよね。続きに出てくる放送法第4条の解釈に関する大臣レク、こっちなんですよね。なぜなら放送法第4条第1項第2項が、政治的に公平であることという規定を置いているからなんですよね。総務省は、何と書いているかっていうと、5月12日以前に放送法第4条の解釈に関する大臣レクがあったかについては、関係者間で認識が分かれており、確認はできなかったっていうわけなんですね。だから総務省は、2月13日に放送法第4条の解釈に関する大臣レクがあったか、確認はできなかったと結論付けたんですよね。この、調査結果に書いてあるより、ように、5月12日以前に、だから、もちろん2月13日も含むんですよね。それなのに、朝日新聞は、この内容の大臣レクについて、総務省が、行われた可能性が高いと結論付けたと記事に書いているんですよね。従ってこの部分は嘘ということになります。
まあ、この嘘がまあ意図的なものであれ意図的ではないものであれ、まあ、いずれにせよまあ問題が大きいというふうに思います。まあこのようなまあ記事を見ると、朝日新聞を読んでいると事実でない世界を見て生きるようになってしまう危険性があるんじゃないかなというふうに思いました。では、ご視聴ありがとうございました。